皆様、こんにちは。今日は2021年9月8日水曜日です。今日の動画ですが、あのまず中国の病気の状態について話をしたいと思います。杭州です。次は日本でも話題、あるいは報道もされていますが、中国の金州という場所にある漢武像ですが、これは解体となりました。この話をについて 話をしたいいと思いますまず、公衆では感染者が増えている状態です。発生のもとですが、隔離するホテルです。海外から入国されましたら中国ですが、まずは14日間の隔離必要です。そして、隔離っていうのは指定されたホテルでの隔離となります。まあ、待機となりますが、9月4日、女性ですが、掃除係であって、 まだ食事をですね、隔離,あの隔離の部屋、各部屋へ運ぶ係ではありますが、サービスンですが、彼女が陽性となりました。広州では第8人民病院へ搬送されました。こっちの病院っていうのは感染病の専門病院です。検査の結果、デルタ株に感染されましたと。 8月30日から彼女はこのホテルに入って、従業員の寮に泊まっています。周りの方も感染されました。接触者というのは50名以上です。みんな隔離となっていますが、9月5日、まだ感染者が出ています。しかも直近の PCR 検査は陽性ではなくて陰性でした。5日に陽性と判断されました。 同じくデルタ株です。接触者96名、みんな隔離となっています。しかし彼女はいろんな行動をしていました。公園、市場、スーパーにも行きました。これから講習は順早さとなると思います。感染のもとですが、推測ではありますが、 ホテルのゴミからです。ゴミっていうのは一応特別扱いされていて、黄色の袋に入れます。医療廃棄物として処分すると。でも問題っていうのはゴミのせいにしていますけれども、この隔離のホテルに泊まっている人、中には感染者がいているという状態ですので、行ったからゴミがもう これで感染されましたと。でもこれについては発表されていません。9月2日から公衆、えー、大規模な PCR 検査を実施されました。9月6日まで26万2000名 PCR 検査を受けた。結果というのはみんな陰性です。これはありえないですし、怪しいです。次は物産ですが、陰性。 出ましたただし1名だけです。この方の住宅の地域、出入り禁止2週間、全員 PCR 検査を実施しますと。広東省ではリスクが一番高いと言われています。現在、関東省、 海外から入国した人、あるいは隔離している状態ですが、3万人です。300数箇所のホテル、施設に泊まっている状態です。そして300人のサービス員がお世話をしている状態です。すべて有料です。特務、これはビジネスです。政府の説明としては、公衆、深圳、海外からの方を受けています。 これから感染者が増える可能性がありますよと。普通のホテルではしっかり対応できているのが問題ですよと。現在、公衆の政策ですが、入国後14日間隔離ホテルですが、それから家に帰って1週間の隔離が必要です。隔離してから、えー、1日目、4日目、7日目、最終日14日目 PCR 検査を受けることです。 すべて陰性でしたら出ていくことは可能ですと。でも感染者が出た。でもですね、どうやって感染したのか、これはもうそのわけというのは、あるいはルートというのは判明されていないです。公師の計画がありまして、25万平方メートルですが、国際健康医療ステーションといいますが、これは公師の境界にありますが、5000室。 今月いっぱいで工事完了です。目的っていうのは、中国に入国されて、集中的にこちらで隔離をすることです。また、東岸という都市ですが、今、2000室の国際医療、えー、健康医療ステーションを作っている最中です。これから外国人、あるいは中国に入国されて、こちらで隔離、集中的な隔離を行いますと。 もうこれは完全に商売だというふうに思います。ワクチンについてですが、9月5日まで中国の国内では21億本のワクチン予防接種完了です。ここでは副作用の情報がいっぱい出てきました。つまり副作用の情報は出しても良いようになりました。なぜなら今まではその副作用っていうのは全てもう公開は禁止でした。 もう報道もないんです。でも今はもうここまで予防接種はできましたので、即作用については話をですね、もういっぱい出てきましたけれども、また後日、あの、整理して皆様に報告したいと思います。日本でも報道されていますが、あの、こちら、関羽像ですね、もう近州にありますが、関羽の像、 銅で作られています。高さ5 8ル、重さ1 2 0 0ン、建設費用ですが1.7億元、解体費用1.5億元、合計3.2億元、えー、約51億円です。もうこれはもうゴミとなりますが、2014年建設始めて、2016年6月に工事完成となりました。 それから入場料も取ったりしていましたので、普通に運営されていて、今は急に解体となりました。こちらですが、いろんなわけがありますので、まずは GDP を作るとか、そしてあの、違法的な建物というふうに言われているんですが、実は関係ありません。やはり長年、運営してきて、問題はなかったんですし、急に解体するというのはおかしいと思います。 こちらですね、私は中国のある文化を話をしたいと思います。これが裏がありますので、まず関羽ですが、関羽について皆様は、あのまずは三国志の関羽ですけれどもで、三国志の関羽は非常にですね、充実であって裏切らないと、自分の、まあ、上のお兄ちゃんですが、 あの、劉備ですが、劉備権力で絶対に裏切らないと。いくら誘惑されても、早々に誘惑されても、お金、女渡されてもいらないと。絶対劉備についていくと。なぜなら我々は兄弟だからですというふうに言っていました。中国では、 もう、一人っ子っていうのが普通なんです。普通ですので、一人っ子政策がありましたので、普通です。でそして、一人っ子っていうのは、どうしても兄弟が欲しいですね。まずは、中国っていうのは、もう人脈の社会です。自分は、当然私もですが、この社会で生きていく。周り、その人脈がないと、生きていくっていうのは難しいんですね。 いろんな問題が出てきますので、それを解決するには、普通なら法律とか行政とかでいいんですが、人脈がないととても不便なんですね。でそこではどうしても兄弟が欲しいです。つまり自分の周り、この輪ですね、広が,広がっていかないと自分が困難なんです。 生きていくには。でそうするともう中学校もそうですし高校もそうですし特に若い子であっても兄弟を作るあるいはもう、まあ、お互いは兄弟ではないんですが兄弟になりましょうねっていう、まあ、イベントというかそういう組織があるいは、まあ、そういう、まあ、まあそういう行動がありますのでそこではですねあの普通なら もう神様に、まあ、我々は今日から兄弟ですと言いますけれども中国ではもう漢液に向かって誓いますので,で同じ日に生まれない,ないんですがでも同じ日にもう、ね、亡くなるとそしてどんな苦しい生活であってもどんな苦しいことであっても相手をですね精一杯でまああで力を出す。 扱い合うということを、まあ、そういう内容ですねあの違いますのでこれはですね今の雰囲気ですと中共には都合よくないんですね宗教からにすればこれがリスクなんですよ例えばこの間話をしましてあの芸能人の特にそういう歌手とかあるいはまあ女優男優の、えー、そういったファンクラブの に入ってこのファンクラブというのは全て今は解散となりました。政府はもう運営してはいけないと言われましたので、今は全て解散となったんですが、同じくファンクラブであっても、みんな兄弟ではないんですが、ただこの方好きですので、この芸能人の方好きですので、みんなの考えは一致しています。これでこのファンクラブに入りましたと。 みんなの同じ感じか、まあ、考え方共有できると、情報の共有もできますと、これは中共にとっては都合よくないんです。人が集まると、自分にとってはリスクでもあります。当然ですが、 あの特に香港の映画でよく見られるでしょうか、そういった、うん、マフィアとかあの暴力的な映画ではありますが、そこではみんな兄弟とな,なるときに、あるいは誰々に誓うというときに、相手というのは関羽になってしまうんですねで。この関羽っていうイメージはそれなんですね。まずはもう 充実しているとそしてあの上の人には絶対裏切らないというのがもうイメージですのでもう関羽はそういったあの存在ではありますのでこれは中共にとってはそこよくないんです。こ,のこれが裏の理由なんです。ただ中共というのはそれは言えないですのでもう違法的な建物というふうに言いつけて崩壊と、まあ、解体となりましたがもう非常に もうこれも凡歌というか中国のもう政府のやり方でもありますがもう人が集まってはいけないと。なのでこれからの神様っていうのは習近平ならいいんです。習近平以外のものはあってはいけない。例えば中国の以前の動画でも話をしましたがお寺とは出会っても普通に習近平の,あの肖像を飾っていますのであのほとんでもないですね。 なので、これが今の中国の雰囲気なんです、えー。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。